写真、TVN、三色ご飯、TVN、三色ご飯、海の牧場編では、特別なブロマンスケミが披露された。今月22日夜9時50分に放送された、三色ご飯、海の牧場編、第8回は、有料のプラットフォーム世帯基準平均9.8%、瞬間最高12.9%の視聴率を、マークして、地上波を含む、 全チャンネル同時間帯1位を記録した。この日の放送では、4人目のゲスト、イ・ジョンソクの登場が高い関心を集めた。三兄弟にとって欠かせない話題は、ゲストのこと。翌日、三兄弟は、ゲストイ・ジョンソクのためだけに、ドッキリカメラを計画した。普段からひどく人見知りする性格で、今回も仲のいいユンギュンさんだけを信じて、出演を決心したと明かすほど、 ユンギュンさんを頼りにしているイ・ジョンソクに、ユンギュンさんがいないと騙すことにしたのだ。イ・ジョンソクは、思いもよらなかったユンギュンさんの不在に慌てた。特に、イ・ソジンとエリックは、ぎこちない演技をしながら、ミスを連発して笑ってしまうなど、完璧ではなくてかえって可愛いドッキリカメラになった。間もなくしてイ・ジョンソクは、隠れていたユンギュンさんを発見し、心から安堵しながら、明るい笑みを浮かべて、 笑いを誘った。